乾式壁とは建築用語で石膏ボードを使用した壁のことである。主に高層マンションの小境壁に採用される。大抵は2枚の石膏ボードの間に吸音性と断熱性を兼ね備えた素材であるグラスウールを充填し1 5トル程度の厚みを持たせて小境壁となす。壁には湿式壁と乾式壁がある。湿式壁とはコンクリートなど 型に流し込んで固めて作る壁のことであり、乾式壁はそれに対して乾いている石膏ボードを使用した壁のことである。高層建築物においては壁すべてをコンクリートで作ることは難しく、重量も増し耐震性が著しく低下するため、最近ではほぼ必ず乾式壁が採用される。軽量化のため、建築物の階層が高くなればなるほど、 小坂壁の厚みが薄くなる傾向がある。壁の厚みが薄くなれば、静粛性は低下する。欠点としては、石膏であるため、衝撃に対して、脆い、強く殴れば、穴が開く、拳銃の弾丸は貫通する。また、すでに出来上がっている、石膏ボードをはめ合わせて作るので、精密な出航が、やや難しい、といったことが挙げられる。 コンクリートの湿式壁よりは遮音性が低いが、遮音性の高い高性能な乾式壁も多く存在する。ただし、その分値段は高くなる。20階建て以上の高層マンションでは、ほぼ必ず乾式壁が採用されている。低層マンションで乾式壁を採用しているものは少ない。ありがとうございます。